はいえー、っと、いつもは株のトレードをやってるんですけれど、今回、まあ、第1回目になるんですけれど、FX のトレードで、実際のトレードをやっていきたいと思います。まあ、第1回目になります。で、10万円を、えー、最初の資金として始めたいと思います。まあ、これを通して、えー、まあ、どれぐらい、あのー、 FX がどんなもんかっていうのを紹介したいと思います。あと、まあ、私自身初心者なんで、まあ、どんな初心者がやるとどんな感じになるのかとかを示せたらなと思います。まあ、危険性とか、まあ、どれぐらい儲かるかとか、まあ、実際の感覚といいますか、実際の実現益で示せたらなと思います。でまあ、トレードする時間は3分間以内で、 えー、ちょっとやってみたいと思います。10万円で。えー、私じゃ、デモトレーダーやってたんですけど、こん実際のは初めてなんで、えー、どうなるかちょっとわかんないですけど、やってみたいと思います。じゃあ、えっ、ー、と、えーとえー、とまずですね、ボリンジャーバンドだけ出して、で、今、1分足で見てるんですけど、3分間なんで、今から3分だから、あ、ここからだから、 えっとまあ、1分足、2分足、3分足だと思うんですけれど、全部やっていくと、1時間足だとこんな感じ。で、30分足、10分足、4分足、3分足、2分足、1分足と。 まあこんな感じですね。前まあ、3分だから 1, 1分足で見るのがいいかなと思います。で、ボリンジャーバンドを見て、これ見ると上り調子なんで、ここで買いで入ればいいかなと思うんですけれど、ちょっと買いで入ってみたいと思います。1万円、100万円になるかな。10万円で100万円。 ちょっと入ってみたいと思います設定が必要どうやんな利用するうんうんうん これでいいかなちょっと全くやったことないんで、これで注文できるかな。これで、じゃあ買いであれ、入れないん。あっ、厄上できましたん。で、まあ、ここから見ていきたいと思います。 あ,あ、下がってきちゃいましたね。消化損益概算。うーん。消化損益概算。プラスにならないかな。うん プラスになる、なったら売りで入ればいいんですよねちょっとわかんないな3分だからまだ2分ぐらいかなあまだ1分かなあこれはダメですね これはダメですね。売りで。逃げます。と、そうすると、えーっと、99,850円なんで、150円失ったことになるんですかね。えーっと、結果とかどこで見いんだ。情報。 すいませんちょっと素人なんで全く分かんない講座でえー、っとうーんとうーんとどこで見ればいいんだうーんと注文厄上 列チャート百条紹介で円換算レート1ドルんまあ,あ買いで105.405で入って105.39で抜けたんで150円の損ということで。 まあ1回目はなりました。しょ、しょぼいですね <laughs>。うん。しょぼい。すいません。はい。まあこれで、まあとりあえず1回目なんで、えー、これで終わりっていうことになります。うーん。難しいっすね。わかんない。うー、んうん。ストリーミング、これか。 うんまああの、買いで入る。こっから買いで入れば当たりそうですけどね。まあと、とりあえず今日は第1回目でこれで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。